前々回の動画で、こちらの紙袋の中の子たちを紹介して、でこの中のね6匹の亀のうち3匹を前回の動画で紹介しましたので、今回はまたその続きの動画を撮っていこうと思います。今回紹介するのはじゃじゃん、この子です。なんかおしゃれなステッカーが貼ってあります。あの某ストリートブランドみたいなね、ステッカーが貼ってありますが、中身はこちらはね、もううちのチャンネルを見てくれている方はおなじみのカメだと思います。早速開封していきます。はい、お迎えしたのはですね、キボシイシガメです。こちらは鉄亀さんというね、キボシイシガメのブリーダーさんから、購入した個体ですが、実はねこの鉄亀さんの血統っていうのは結構ね綺麗な親個体をしっかり管理して、オス1匹メス2匹のねこう綺麗な3匹のコロニーの中から生まれた、個体で、別の動画でまた載せますけども、兄弟にあたる去年ね生まれた子たちを、参考として展示されてたんですが、めちゃめちゃ綺麗だったので、この子もねちゃんと育てればすごい綺麗な子になると思いますんで、すごいね期待をしています。面白いですよね、この追光板に、星が2列になっているところがありますね。頭にも星があって可愛い。やっぱキボシは可愛いな、綺麗だし可愛いですね。はい、顔はこんな感じ、可愛い。残念なお知らせなんですけども、この子ね手瀬上さんのところでは結構ねいい人工飼料レプトミンスーパーとカメプロスプレミアムを食べてたってことなんですけども、うちね基本先光を上げてるので、あのストックはあるんですけどね、一応カメプロスプレミアムとかレプトミンスーパーとかね、デザート感覚というか、おやつ感覚でね、あげることはあるんですけども、主食は、あくまで先光なので、ちょっと先光をね食べる訓練をねまずしていこうと思いますので、まあ、この子にとってはちょっとお腹を空かせてしまう期間があるのかもしれないですけども、まず先光を、餌付けしていこうと思いますので、まあでもねカメプロスプレミアム食べてるんだったら人工飼料は慣れてるはずなので、まあそんなに時間かかんないかなとは思いますが、ちょっと何日間かねこう餌を食べれない日が続くかもしれませんが、お互いに我慢比べで頑張りましょうという感じです。でこの鉄亀さんめちゃくちゃ人気で、あのトンブリッジってこう6階と7階で開催されてて、で6階で3ブースで亀買って、でその後ダッシュで7階行ったんですけど、もう残り2匹しかいなくて、でその2匹の残りのうちのこの子にしました。やっぱブリーダーズイベントってこうやっぱ個体のレベルがすごい高いので、ただ繁殖させてるんじゃなくって、こうやっぱセレクトブリード、こう綺麗な個体同士を掛け合わせている美個体になりそうな血統で売っている人がものすごい人気がある印象でした。いやこの子もねガツガツ育ててどんな子になるか非常に楽しみなんでね、頑張って育成をしていこうと思いますので、ぜひご期待くださいませ。はい、で今回の動画で、トンブリッジのお迎え動画は3本目かな、3本目になるんですけども、まだこの中には2匹のカメがなんでね、あと2本ね、トンブリッジのお迎え動画を出していこうと思いますので、ぜひご期待ください。
この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。